はい、こんにちは、あやねです。今から1月15日の地球発ライブガブソンネット地球を見たいと思います。まず、たかふみんありがとう。今回は私の気持ちが伝わるようにたくさんのハートを書きました。もう言わずもがなね、たかふみんはたくさん私に愛をくれるんですけど、私の愛は伝わってるのかなって思って不安になったので、たくさんハートを書きました。で、コメントもちょっとね、思いを込めたので読んでみてほしいなと思います。なんかね、離れている時間がね長いとね寂しくなってくるんですけど、やっぱ大阪に戻ってきたら高文が絶対に思ってくれるみたいな、当たり前みたいな安心感、良くないです、はい。ちょっとねわがままになっちゃうので良くないなと思いながら、日々感謝、気持ちを忘れずにこれからも好きだよっていう気持ちを伝えたら嬉しいなと思います。ほんまにいつも遠い中会いに来てくれてありがとう。いつも会える時間が幸せです。ありがとう。はい、お次が千秋ありがとう。またもや久しぶりにやる曲だったな。本当にね、多分この曲はもう思い返すのもできないぐらい前、多分2年前ぐらい、本当に思い出せない。私ね、記憶力本当になくて、メンバーの中で一番記憶力ない。なんなら自分が言い出したこと忘れるからね。なんかメンバーにここの曲のここでこうしてなって言ったことを、言ったっけってなるレベル、ほんまに忘れやすくって。だからね、前にやった曲とか今やってない百花繚乱とか初恋とかやれって言われたら絶対に無理で、でもね意外に朝日とか凛々覚えてんねん。マジですごいよね、その記憶力は。どこから養われたもんなんやろ。本読むかな。全然思考回路が違う。で、ここはね、おとぎ同士では一番ここが可愛いんですよ。なんかね、チャララララララって、あの感想で歌って踊ってるところなんですけど、なんでこんな振り付けになったのかはあんまりセラさんの思考回路分からへんねんけど、でも可愛いなと思ってます。一緒に真似しやすいから、おとぎ同士とかやったのでめちゃめちゃ真似してもらえると思う。いつかやれるように待ってください。あの夏メロライブとかやってみたいですね。こんなこと勝手に言ったかも。ありがとう。はい、愛の地域買ってくれた皆さんありがとうございました。